皆さんこんにちは、教育百科店ひろと申します。今回ですね、夏期講習がもうそろそろ始まる中において仕事ってめちゃくちゃ溜まってくると思うんですよ。とてつもない量が上から降ってくるということあると思うんですけども、その時にですね、部下がスタッフがなかなか自分の思った通りに仕事動いてくれないんですよねと、仕事やってくれないんですよねという時に、解決する方法っていうのを大きく2つ皆さんにお教えしておこうかなというふうに思っています。まず1つ目なんですけど、コーチングですね。僕も散々説明してるんですけど、もう皆さんご覧いただけましたでしょうかね。下に貼っておきますんで、よかったら見てください。タイプ別に仕事の振り方を変えないとうまくやってくれないんですよね。バリバリ専門用語出しちゃいますけども、プロモーターの頼み方をアナライザーの人にやってしまうと絶対やってくれないし、アナライザーの頼み方をプロモーターにやると絶対やってくれないんですよ。なのでこのコーチングの技を覚えて仕事の振り方を覚えるっていうのが、まず半永久的に仕事の振り方もそうだし、仕事の振り方以外の指示、コミュニケーションの時にも使えるんで、まずそこを使ってみてくださいって感じですね。これでほとんどもう僕的には7割から8割ぐらいだしたら、スタッフの人数によっては 100%仕事を回せると思うんですが、じゃあそれをやっても全然仕事を回してくれない、自分の都合のいい仕事しかやってくれない場合って、じゃあどうすればいいですかっていうと、これはですね、もう最終手段しかなくて、ギチギチにタスク管理するっていう方法が必要です。それもめちゃめちゃ細かい方が良くて、例えば今日やってほしい仕事でナンバー1から例えば10まであるとしますね。で1から10まで全部書くんですけど、これを優先順位をもうこっちは決めてしまって、上から順番に最優先度が高い順まで並べておくんですよ。で、この仕事は何日の何時までに終わらせる、何日の何時までに開始して何日までに切りをつけるみたいな風に、横に必ず締め切り時間を書いておくんですね。これ実はそんなんされたら自分嫌なんだけどって思ってる人いっぱいいると思うんですけど、実はそういうタスク管理をしてもらった方が楽な人たちもたくさんいて、自分で仕事の優先順序を思考したり、これが必要、あれが不要とか、あれやんなきゃこれやんなきゃっていうのを思考する人が苦手な人たちもたくさんいるんで、そういう人たちにとっては思考しなくて済むタスク管理表があって、上から順番に優先度がついてて締め切り日時も書いてある方が楽なんですね。なのでそれぐらいのギッチギチのタスク管理をした方がうまくいくケースの多いですから、最終手段としてそれを使ってくださいっていう風にやるといいのかなという風に思います。のでまずはコーチングを試してみる。その後にダメだった場合はギチギチのタスク管理をしてください。ギチギチのタスク管理をいきなりやろうとする管理職もいると思うんですけど、これ向いてない人たちの方が多いんで、いきなり最初からギチギチのタスク管理でやるっていうのは避けた方が僕はいいかなと思ってます。はい、では参考になりましたら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。これだけ言ってもまだコーチングの動画見てませんっていう人ね、いるはずなんですよ。だって登録者が4400人いて、一番最初のコーチングの再生回数3000回ですから、まだ見てない人がいるんですよ。カタクラに見てない人がいるんですよ。なので、まずそもそも見てくださいっていう話です。コーチングさえ取得すれば、物事のほとんどは解決できるから。コミュニケーション系の問題はね。だからまずそれをちゃんとやってほしいなっていうのがありますよね。で、いや、コーチングやっても言うこと聞いてくれないんだよっていう人は、それはコーチングの精度が良くないですよ。僕はあれは一回見るだけでもそれなりに効果があるものだと思ってますけど、やっぱりそれなりには回数見たりとか、本買って実践したりしないといけないものかなと思うんで、そのあたりはやっぱ練習を積むってのが管理職が必要なのかなっていうふうに思ってます。一つ目のタスク管理の件なんですけど、僕のチャンネルの視聴者層だとあまりないと思うんですけど、世の中には思考停止してる人たちいっぱいいるんですよ。考えるの嫌いっていう人めちゃめちゃ多いんですね。自分で考えられないんですよ。思いつかないんですよ。きらめかないんですよ。で、そもそもそういう作業が嫌いなんですよ。もう言われたことをただ淡々とこなしてる方が楽っていう人の方が圧倒的に多いんですよ。で、その中においてそれはクリエイティブな仕事してよって言ってもそれはできて回ってこないですよ。それにこの教室が良くなるように動いてって言っても、もう良くなるの基準も分かってないし、そもそも動きたくないんですよ。だったらどうすればいいって時に、それはしょうがないよね。小学校とか中学校みたいな感じで宿題1、2、3ってつけて、これこれこれ明日までって期限がついた宿題って皆さん管理されたからできましたよね。それと同じイメージです。それと同じイメージでやらないとダメなんですよ。だからこっち側の負担は増えますよ。増えるんだけど、そこのバランスがすごく難しくって、仕事の指示を出すことによってこっちの負担が増え、逆にこっちの負担が増えて、全体として
俺の方が忙しくなるんだけどみたいなケースの時は、まあ指示出さなくてももうほっといてもいいのかなとか思うんですけど、まあ普通であれば指示を出して、その指示の出し方が細かくて具体性があって、読みやすくてちゃんと優先順序に並べられてて、その日時の締め切りがちゃんと妥当なものであれば基本的にはやってくれます。ただこれも難しくって、じゃあこの仕事お願いねって言って投げといてやってくれるかどうかっていうのもまたコーチングのスキルがあるとうまくいくんですよね。その時もコーチングのタイプ別に見抜いた上で、じゃあこのトゥードゥーリストお願いねっていうふうに投げた方がうまくいくから、うん、その方が僕はいいのかなと。だから結局コーチングをやっておかないと自分は得しないのかなと思うんで、コーチングやっておくと自分は得するのかなと思うんで、やっぱりなんだかんだ最終着点的にはやっておいた方がいいっていうのが僕の意見でありますので、コーチングで回すにしても、トゥードゥーリストでガチガチに管理して回すにしても、どちらにせよ根本にあるのはコーチングだったりするんで、その辺はやっぱりもう一回意識した上で見直してくれるといいのかなというふうに思っています。では今日はこれでおしまいしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。